皆さんこんにちは。京都駅前分校担任の滝です。今日は合格祝賀会の方で合格者の方に、いろいろお話を聞いてみたいかと思います。レックを選んだ理由の方から聞かせていただけますか。まずは立地から入ったんですけど、面接対策が他の予備校と比べてすごい充実したのでレックを選びました。私も面接対策なんですけれども、他の予備校さんよりも予約が取りやすいというところと、あと最初に対応してもらった受付の方や先生の対応の良さで選びました。京都駅前本校で勉強してよかったなって思うところあれば何か聞かせてもらえますか。まあ、李先生方とすごい距離が近かったので、その何でも相談できたっていうところが京都駅前本校で良かったところかなって思います。アットホームな雰囲気がすごくいいなってところで、他校にも行ったりはしたんですけれども、やはり先生との面談であったりとかリア面とかの雰囲気がすごい良かったので、そこは非常に良かったなと思っています。レックを選んでこれが良かったなって思うところあれば、それぞれ一つ聞かせてもらえますか。私は担任進路相談です。さっきも言ったんですけど、やっぱり先生方に何でも相談できたっていうところが良かったです。私も担任進路相談で、やはり仕事との両立でなかなか大変だったことも多かったんですけれども、社会人同士の悩みであったりだとか、まあ時間の効率をどういうふうに高めていくかとか、そういったことも幅広く相談できたのがすごく勉強にとって良かったなと考えています。はい。ということで皆さんもぜひ、レック京都駅前本校で一緒に勉強して、公務員試験合格勝ち取りましょう。男性合格者の方にいろいろね、感想をお伺いしてみたいかと思います。レックを選んだ理由の方から聞かせてもらえますか。受付の方に公務員試験の勉強方法とか軽く教えてもらったんですけど、その対応がすごくわかりやすくて、あ、ここで学んでいこうと思ったので、レックを選びました。なるほど。やはり立地の良さに惹かれてレックを選びました。立地の良さがまず条件としてあって、そこから予備校を比べた時に他の予備校より面接対策が充実しているなと感じたのでレックを選びました。筆記試験対策で苦労したこと、そしてこういうふうに乗り越えていったっていうのは何かあれば聞かせてもらえますか。勉強を始める時期が大変遅かったので、皆さんとの遅れを取り戻すのがすごい苦労しました。それでもレックの担任進路相談とかフル活用して、なんとか合格を勝ち取ることができました。どういったふうに勉強したらいいのかといったことが全くわからなかったので、レックの制度であるアドバイザー相談などを使うことで勉強することができました。勉強を始める時期が大変遅かったので、面接対策も同時にしないといけない状況だったんですけど、リアル面接シミュレーションの方を利用して、要領よく面接対策をすることができました。レックを選んでよかったなって思うところを挙げていただけますか。講師陣の方とすごく距離が近くて、自分が不安な時も相談に乗ってもらえるのですごく役立ちました。講師陣の方たちがすごいハイクオリティな授業をしていただけるのでとってもそれとってもためになりましたし、面接の対策などもしていただけるので合格を勝ち取ることができました。担任進路相談とかリアル面接シミュレーションでお世話になった方々がとても親身に一人一人丁寧に接していただいて、最後まで頼りながら勉強面接を終えれて、そこが良かったなと感じています。皆さんも京都駅前本校で公務員試験の勉強していただいて、ぜひ皆さんも公務員になってくださいね。レックで合格勝ち取ったぞー。はい、皆さんこんにちは。京都駅前本校担任の中林です。今日はですね、京都駅前本校の合格者の方に来ていただきました。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ではまず自己紹介をお願いします。草壁水也です。龍谷大学法学部出身です。最終合格先は京都市役所市長部局になります。玉木奈々美と申します。同志社大学法学部4回生です。最終合格先は国家総合職の法律区分と国家一般職財務専門官裁判所事務官です。村田さとみです。京都女子大学文学部に在籍しております。最終合格先は京都市役所の交通局になります。宮崎ひなです。京都府立大学の4回生です。最終合格先は国家総合職の人間科学区分と家庭裁判調査官補と法監察官と滋賀県の社会福祉区分です。ありがとうございます。いろいろ予備校ってあると思うんですけど、その中でなぜレックを選んだのか教えてもらえますか。私が目指してた自治体は面接の重要度が高いので、フォロー制度としてレックさんは面接対策に力を入れておられるので、受講相談に行き、そこでレックさんを選ばさせていただきました。受講相談に行った時に、担任の先生がすごく親身にお話を聞いてくださったっていうところと、面接対策が充実したっていうところが大きかったです。フォロー制度がすごく充実していて、他の予備校さんだと
ウェブ講義とかじゃなくて DVD の貸し出しとかだったりするところが、レックはウェブで自由に見れるっていうところが私は魅力に感じてレックを選びました。公務員の中でも心理福祉職を目指していたので、心理福祉職への対策が充実しているのがレックだなと思ったのでレックを選びました。レックに実際通ってみて、ここ良かったなっていう点、ちょっと一つずつですね、挙げていただけますか。面接対策を軸に入ったんですけど、授業を受けている中で、講師さんがすごい生徒思いに親身に寄り添ってくださるので、わからない場合は講師側が悪いと言っていただけることで、モチベーションですね、向上にもつながったことがあります。中林先生をはじめ担任講師の方々との距離が近かったっていうところが良かったなと思っております。受けたところが面接が結構厳しいところだったんですけど、その面接対策っていう面でリアル面接シミュレーションをすごい活用させてもらって合格に導かれたのかなって思います。心理福祉職目指す中で全然周りに仲間がいなかったんですけど、レックに通うことで仲間にたくさん出会えて、お互い高めながら勉強できたのが良かったと思います。京都駅前本校のいいところっていうのはどこかありますか。面接のスペシャリストの講師さんの得意分野ですね。そこで自分の行きたい自治体のことに携わってこられた方が面接対策をしてくれるということで、京都駅前本校がそういうところはいいなと思いました。アドバイザーさんやレックのスタッフの方々が受講生同士の交流会をよく開いてくださるので、それを通じて友達がたくさんできたところが良かったなと思っております。講師の先生方はもちろんなんですけど、リアル面接シミュレーションの先生だったり、またスタッフの方々がすごい支えてくださったのが京都駅前本校のいいところだなと思いました。京都駅前本校の立地がすごく駅に近くて、大学の帰りでもすぐに勉強しようっていう気持ちになれて、すごく通い続けやすかったなと思います。公務員試験って結構長丁場だと思うんですよね。で、その中でどんなことで苦労したのか、どうやって乗り越えたのかっていうことをですね、ちょっと教えてください。面接をしてきたことがなくて、実際に就職したいなと思っている自治体が面接に対して重要度が高かったので、面接がどういったものか分からなくて苦労しました。で、ただ面接のスペシャリストの講師方がしっかりとおられますので、ゼロからの状態で100までいろんな知識を身につけさせていただきました。科目量がすごく膨大な公務員試験で、スケジュール管理にすごく苦労しました。それは担任進路相談で先生方に相談していく中で、もう自分の不安なところや疑問点についてすごく親身に簡潔に答えてくださったため、スケジュールをしっかり調整して勉強できたので、そこが良かったです。ちょっと地方公務員志望だったんですけど、一応専門科目も勉強していたってことで、併願先をすごく迷っていたんですけど、アドバイザーさんっていう近い距離の人たちとお話しすることで、自分がこの先どういうふうに進んでいくかっていう方向を見定めることができました。苦労したのはスケジュールの管理で、実習があったりと時間が取れない時期がなかなかあったんですけど、大学に同じように心理福祉を目指す友達がいなかったりと、相談できる相手がいなかったので、他人進路相談制度やアドバイザーさんに相談することによってスケジュールの管理をして乗り越えていました。最後に、この動画を見ている今から公務員試験を始めてみようかなっていうふうに思ってるですね、皆さんにこの4人からですね、ぜひメッセージをお願いします。はい、これからいろいろな苦しいことが待ってると思います。レックさんはですね、生徒さんとの距離が近いという面でフォローをしてくれますので、フォロー制度を活用して頑張っていってください。公務員試験はすごく大変な試験なんですけれども、努力は絶対報われる試験だと思っております。他人の先生やリアメの先生などをフル活用して合格に向けて頑張っていってください。公務員試験は、筆記だけでなく面接だったり作文試験だったり、さまざまなことをやらなければいけなくて、とても大変になってくると思うんですけども、最後まで諦めずにレックを信じて頑張っていってください。公務員試験は筆記試験ではなく面接試験もあって、いろいろやることがあって大変だと思うんですけれども、レックなら支えてくれる先生方やスタッフの方々多くいらっしゃるので、相談しながら最後まで諦めず頑張ってください。次はですね、この動画を見てるあなたの番です。ぜひ、この京都駅前本校でですね、合格内定を一緒に勝ち取りましょう。それでは皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。